ポンです。チートンです。お相手の人。ジャブの神、チートン。はい、ということで、今回こちら、第88回、青森夫婦の実、肉の下野さん。イエーイ。おうち、居酒屋、in 青森。はい、ということで、はい、今回肉の下直さんということで、私待望の肉会に。待望の肉会。待望の肉会。待望の肉会がやってきました。はい、下直さんは、八戸市のサメ町のお肉屋さんで、お肉、揚げ物、惣菜等をね、販売しているということでね。シャークやられてるお店ですね。シャークでサメってことね。そう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 。青森県八戸市、地名の一つ、サメですね。インスタグラムに書いてある情報だと、はい、営業日は月曜日か土曜日で、うん、で3時から6時までってことでね、はい、今日はね3時過ぎにね行ったんだよね。ちょうどオープンと同時くらいに行ってきました。で、揚げ物は基本的に注文があってから揚げてるっていうことなので、なんか電話で予約すると先にね揚げておいて準備しておいてくれますっていうのが書いてありました。やっぱりね、やっぱこの揚げ物が匂いがしてて、テイクアウトしてきた時のもう車内がもう絶対うまいだろうなっていう思いながら帰ってきました今日。そしてこの袋がね、素敵だよね。素敵すぎるよね。なんかこうデザインすごいよね、これね。レトロにもあるな。レトロミがすごい。豚、牛、鳥。みんなこうなんかサーブしてるよ。なんかしてるぜ。ウェイターさんみたいな。ウェイしてるね。このロゴも素敵だしね。そう。あとさ、このさ、市街直売みたいな、このここをさ、R33 囲むのってさ、そうすごい昔の表記だよね。ような気がするんだよな。素敵だよね。地味がすぎる。じゃあ、このクエストメンバーを紹介していくぜ。イエントリーは1、青森県産豚ロースカツ大。はい、大中小が選べるんですけど、僕たちは今回大を、はい、しました。やっぱり大中小だったら大を取らないとねって。ああ、もうそうでしょ。肉は大を取らないとね。僕の神が大って言った時の顔がね、すごいにっこりしてました。そしてエンタメ2、自家製メンチカツ。この2つですね、2個は頼む。牛肩みたいな形でね。そう、形面白いね。で、160円だからさ、もうなんかお手頃価格だよ。多分ね、おやつにもいいと思う。あ、いいと思う。3時のおやつにもいけると思う。このコロッケ系は。しかも揚げたてをさ、いただけるから。いいと思うんだよね。そして、エンタメ3、スパイシーカレーコロッケ。これは100円ね。100円。コロッケもおやつ、100円って嬉しい。コロッケもいいよね、やっぱり。そして、エンタメ4、味付き牛ハラミピリ辛。これネギ塩とピリ辛があってね。あってね、冷凍庫の中で販売してるんですけどね。今回ピリ辛を用意しました。よく溶かしてからしっかり焼いて食べてねって言われたんで、皆さんもしっかり焼いて食べましょう。しっかり焼きましょう。そしてエントリー5、ウィングチップ。これはですね、1000円以上購入すると一袋サービスということでいただいたんですけど、良い出汁が出るそうですね。ウィングチップは何ぞやと思ってこうネットで、ね、調べてみたら、鶏手羽先の先の部分でこうコラーゲンたっぷりな感じで美味しいスープが取れるのって。お、これでね、今回スープいいね。そしてワークエントリー、 BG ブルーインさんのビール、ビール、まあ、美味しいビールですよね。そうで、その BG ブルーインさんとあとフラビングウィッチがねコラボして、青森40市町村あるんですけれども、 そこのね40市町村を順番に紹介していくということで、今回はね青森市のねビール県庁所在地でそのビールで、やっぱ揚げ物とビール合いますからね、やっていきたいと思います。じゃあ東京スターメンバーでやっていくぜ。イエイ。はい、ということで久しぶりに料理していくわけなんですけども、はい、このウィングチップの方をスープにしていきたいと思うので、まずお湯に入れていきたいと思います。多分ね、いいでスープ出ると思うので、とりあえず茹でます。で、茹でる時に臭み消しのためにネギの青いところとか生姜とかを入れて茹でるといいと思います。今日は生の生姜の方をチューブでいきます。ニンニクとかもお好みで合ってもいいかもしれません。ちょっとだけ唐辛子も入れてみるよ。そうな、取り出しで。そう、お酒も入れてきます。で、アク出てくるのでアクはこまめに取り出しましょう。ちょっとだけ醤油入れます。はい、ということでスープ作ってる間にもね、ピリ辛の味付き牛ハラミを入れていきたいと思います。いってらっしゃい。あー、うまそうだね。これは切り返してるよ。じゃあ最後ネギ入れます。おお、いいね。これで型を増して、まずミントを揚げていくスタイル。肉が舞っている。めっちゃ細そうな匂いする。はい、ということで完成。イエイ。
お、色が濃い。色濃いね。本当だ。黒いビール、黒ビールなんだね。じゃあ、行くの島の酒ビール。あ、飲みやすい、この黒ビール。なんか結構爽やかな感じでね。いいね。いいね、これ。素敵よ。じゃあ、ビールに合う。いいね。絶対揚げ物でいきましょう。じゃあ、もう早速もうこれでしょう。おとんかつか。おとんかつから。ちょこっていっちゃった。おとんちゃん。おとんちゃん。これすごくない？熱くない？すごいよね。大。とんかつ大のさ、迫力やばいよね。この何センチあるのっていう。そう。いただきまーす。めっちゃうまい。うまい。うま。とんかつもさ、めっちゃ柔らかいよね。こんなに熱いのに噛み切れるよ。そうなのよ。これ。すっごいしっとりしてるし、全然脂っこくないのよ。お、すごい。ソースとかかけても美味しいんだろうけど、この塩コショウのさ、味だけでも十分。めっちゃ幸せ。これカツサンドとかにしてもさ。いいよ。結構とんかつ硬いでもめっちゃ柔らかいの。もう。いいなぁ。やっぱお肉屋さんのこういうカツってやっぱ最高なのよ。絶対一回食べてくれとしか俺は言えない。いいお肉なんだろうね、本当に。この厚さを見ればさ、食べ応えはもう本当わかると。ぜひ皆さんね、大でチャレンジしてください。大で。大、大でチャレンジしてほしいね。大は贅沢品です。じゃあメンチいきたい。メンチ、手作りメンチ。ジューシーそうなんだよ。そう、さ、切った時にさ、肉汁みたいのがさ、こう。これもう味ついてると思う。シュシュシュってこう。あ、肉汁が出てる。うめ。うまい。なんかふんわふわでさ。うまいね。なんかスパイス。がちょっと入ってるのかな。なんかそのなんかメンチっていろんなタイプあるけど、これはなんか肉肉しいタイプじゃなくて、やっぱふわふわジューシーな感じなのに、旨味がめっちゃ詰まってる感じで。しみる。ね。すごいしみる。マヨソース。はい。すごいのこれ。ソース合う。これめっちゃうまい。めっちゃ作る。これもめっちゃうまい。激うま。激うま。これはね、もっと皆さんに知っていただきたいメンチですね。うま。うまい。たまらないねこれ。ここでしかでも食べられないような気がする。下直さんしかでしか食えないです。じゃあカレー。カレーコロ。色でもカレーだってしっかり分かる感じ。カレーはやっぱみんな大好きだから。ホクホク。なんか人参もさ、入ってるんだよね。細かく刻んだ野菜が入ってて、うん、カレーが来るんだけど、うん、カレーが普通のカレーじゃない。なんかちょっと濃いカレー。うん、ちょっと辛いというか、めっちゃ辛いわけじゃないんだけど、アクセントとなってる。アクセントとしてとてもいい。食欲をそそる。これ確か100円でした。うん、おやつにぴったり。いいね。買い食いして。この芋のね、甘さもね、いいね。いや、いいわ。お肉屋さんの揚げ物やっぱ最高だわ。最高だわ。うまい。やっぱ、この揚げ加減もね。感じたまらん。じゃあ、即席スープの方いただいていきたいと思います。あー、自分で取る鶏出汁みたいな感じ。鶏出汁美味しいですね。この、たまらん感じ。優しい。なんか、普通の鶏出汁だと結構パンチが。パンチ結構塩味強いけど、今回は優しく仕上げてきました。優しいね。結構これ、ピリ辛の感じ。ピリ辛を全部持ってた。いや、たまたま取ったらね、たまたまこれめっちゃ辛い感じになってからいただきます。うん、めっちゃプルンプルン。そう、コラーゲン。コラーゲンとかのような感じの。なんか、美容にも勝手に良さそうな気がする。もうサービスだから。そう、0円食堂みたいな。そこ捨てちゃうんですかみたいな感じでやってますけど、いいですよ。こういう使い方もおすすめです。じゃあ、ハラミですね。ハラミね。いただきましょう。ネギと肉、選択をしましたが、いかがでしょうか、はい、いただきまーす。すげえいい匂いしましたよ。うまいねこれ。うまいね。ハラミ柔らかいんだけど、うん、味がさ、しっかりして美味しい。やっぱこのくらいの肉が、うん、僕たちぐらいの年になってくるといいよね。そう、ハラミそんなにさ、油とか乗ってるとさ、うってきちゃうから、このなんかよく噛んで肉の味を満喫できる部位というか、よく噛むってことですよね。よく噛んで食べる。なんかピリ辛って書いてるんだけど、めっちゃ辛いわけでは全然なくて、本当にアクセント程度の食欲をそそる感じで、これをちょっと米の上にバウンドしていったらもう多分最高やな。いいわ。うまい。これとね、お酒でこうまた行きたいよね。いきたい。ミルハラミや。ミルハラミや。うまいな。はい、ということで、肉の下直さんの肉と、お惣菜ね、食べてきたんですけど、最高でした。最高でした。もう、久々のお肉会がたまらないんだけど、さらにこの肉の下直さんのお肉がめっちゃ美味しかったから、ね、もうさらにもう本当幸せタイムでした。皆さんも、ね、ったら見て、どうぞ、またチャンネル登録よろしくね。Twitter と Instagram ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます。バイバイ。